はい、じゃあ今からちょっとウォーミングアップをするということですので、手始めにちょっとこちらをご覧ください。すごい、もうすでに私たちからしてみるとこれで早いなという感じもするんですけれども、まだまだこんなもんじゃないですか、藤井さん。そうですね、まだまだこれから早くなってくると思うんですけど、ちゃんとね、靴を履き替えられて、さすがにここはね、日本代表選手の皆さんですけれども、スカートがまたね、石川選手のスカートがラリーに、ね、なってこう揺れるのがまた新鮮ですよね。秋元さん、準備が完了しましたということですので、はい、早速世界の技を披露していただきたいと思うのですが、よろしいでしょうか。それでは福原選手、石川選手、お願いいたします。どうぞ。またちょっと違いますか。ちょっとやっぱりスカートが気になってるんじゃないかなと思います。スカートがね、ちょっとキラキラしますもんね。そうですよね。普段のユニフォームはね、もっと伸縮性もありますし、ポーズ向きですので、この格好でまたやってくださっているというのが本当に嬉しいんですけれどもね、こちらとしては。あ、ちょっと徐々にペースが上がってきましたね。やっぱりこういう高速ラリーっていうのは難しいものなんでしょうか。はい、そうですね。こうやって見てるとちょっと簡単そうに見えるかもしれないんですけど、やっぱり速いと難しいです。はい、わかりました。ということで、お二人ありがとうございました。短い時間でしたけれども、本当にテクニック素晴らしかったと思います。はい、はい、はい、そしてですね、今日披露していただくのはこれだけではないんです。はい、お二人にはなんと的当てにもチャレンジしていただきます。その的はなんとこちらです。それでは福原選手、石川選手、よろしいでしょうか。大丈夫ですか。ではお願いします。おー、なんと一発成功です。素晴らしい、福原選手。真剣な表情です。あちょっとスカートが気になりますね。もう一度チャレンジします。石川選手、首を横に振りました。こんな石川選手見たことない。お願いします。